川隆のラジオの時間。みなさんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はいこんにちは、市川隆です。陽子ちゃん久しぶりのまた収録ですね。そうですね、はい、もう季節が4月ですね、今年ね、2024年4月、はい、桜はちょっと遅かったですね。そうですね、咲くのが、ね、で私あのこの収録をした翌日、明日からですねドイツにまた約1ヶ月ぐらい行ってしまうということで、はい、ちょっとあの気温が何度ぐらいかなぐらいなの調べたんですけど、今だいたい東京20度超えるじゃないですか。で最低気温も14、15度っていう感じでしょ。でドイツもこの日曜日は20何度になってたんだよね。なんだけどなんか今週からですね、いきなりあの最高気温12度、最低気温4度とかっていう、あの急に下がるんですね、あれみたいな。そこになんか10日間予報っていうのが出てて、そのぐらいの気温でずっと推移するんですよ。だけど私行くの28日間ぐらい行くから、そこから先が知りたいんだけどどこにも出てない。だ着るものをね、まあ、僕アパート借りてるから向こうに多少の冬物系のやつはまだ置いてあるんだけど、今回もうちょっとあったかくなるかなと思って、どのくらいその涼しげな生活を、僕暑がりだから寒いのはまだいいんだけど、暑い時に暑いの着てると大変なんでね、というのがちょっと悩ましいなと思って、まあ行って買えばいいんだけど、やっぱりね、日本のような気の利いた機能性、だから自分で選択するから分かるんだけど、機能性が充実したようなものとかはあるんだけど、安売りしてないんだよね。値段が高いんです。まあまあ、だからあの、うん、割とちゃんとしたブランドでいいやつはそれなりにする。だけど安いのは売ってるのよ。A ぐらいの値段で売ってたりするんだけど、なんかこれ洗濯も乾きそうもないしなみたいな感じのものだったりするんで、なかなかこれはね難しいね。そうですね、着るものに迷う時期ですもんね、うん、そうね。で今回ちょっと1ヶ月半以上ちょっとブランクが空いてまた行くということなので、まあ、ドイツ自体はこの去年から行き始めて5回目なのかな。なんで全然もう慣れてきてるし、行くこと自体にそんなに違和感も全然ないし、行ったら行ったでドイツなりの、あの生活をしていくんだけど、やっぱりね最初の頃はまあ行って1週間2週間、まあ、今回4週間ぐらいだとするじゃない。で行って10日間ぐらいはとにかく仕事でガーッとやってるうちにもう結構忙しいんですよ。なんだけど前回もそうだったんだけど、途中からやっぱそれだと持たなくなる、まあ、年齢も年齢だし。でその時にで一人暮らししてるじゃない。で夜別に出かけるわけじゃないじゃん。で時間を持て余してくるんですよ。その時にどうやって過ごすかなと思うながら、まあ、趣味みたいなものがですね、はい、まあねこっちだと僕はゴルフとかやるけど、向こうでまだゴルフやる形になってないので、どうしようかなという気もしてて、これがですねいろいろ聞くと、なんでほら自炊始めたって言うんだけど大してやってないわけ実際は。なんだけどちょっと一手間加えて料理をすればですねいいんじゃないかなみたいな感じ で、ね、あのそう大したことはしないんですけど、ちょっとそんなことをしてみるのも手かななんて思いながら、やっぱりね仕事ばっかりやってるとしんどいし、切り替えっていうのは非常に大事だなということで、ね、うん、なんでちょっとまた頑張ってちょっとドイツの生活を楽しんでいこうかなと。日曜日休みだからね、日曜日を普通に休んでみてどういう生活ができるかを一回やってみたい。日曜日に無理やり仕事を入れなくてやってみたいなと思って頑張っていこうかなと思っておりますが、はい、今日のテーマでしょうか、はい、今回はゴルフメジャートーナメント最高峰マスターズが今年も終わりました。アメリカジョージア州オーガスタとは、コロナ禍前にオーガスタに行った市川隆が何を語るというテーマです。はい、収録をしている日はあの今年のオーガスタの最終日を朝テレビで見てきたと。まあこれ流れるの2週間後ぐらいだと思うので、多少ちょっとね忘れちゃうかなという感じもしないでもないんですけど、ちょうどねだいたい毎年4月のこの辺りの週末、まあ、日にち的に第2週なのか1週なのかってのはちょっと僕定かでないんだけど、ゴルフのまあアメリカのね PGA ツアーじゃないんだな、まあ4大メジャー大会っていうのがあって、まあ全米オープン、全英オープン、これはイギリスね、であと全米プロ、あとマスターズというですね。でこのマスターズっていうのはアメリカの、アメリカというか4大メジャー大会の中でも特別と言われてるのがですね、このオーガスタナショナルっていうゴルフコースで毎年行われる。でこれは決まっている。で他の全米オープンとかは
まあ、毎年場所が変わる、まあ、10年に1回か15年に1回か同じとこ戻ってきたりするんだけど、ということもあって場所が一緒だということと、まあ、テレビ見てもらえば分かるんだけど、ものすごく綺麗、ものすごく綺麗ってのはちょうどこの時期ね、ジョージア州って、まあ、日本よりも1ヶ月ぐらいやっぱり気温も含めてあったかいのかなっていう感じで、ちょうどツツジが咲くような感じ。ああいいですね。そうそうそう、まあ、桜は多分ないのかもしれないんだけど、ツツジが咲く日本って大体5月ぐらいじゃないですか、まあ、今今年とかちょっとねもう咲いてるツツジとかあるけど、なんで、で緑にそういう赤とかっていうカラフルなそういうあの花とかも咲いたりして、ものすごく綺麗で、コースもよくある、まあ、イギリスのようなそのまんまの素材を生かすというよりもアメリカ的に非常に綺麗にコース管理がされてて、もちろんメンバーシップコースで誰でも行けるわけではなくて、で一般的な人は入れません。でそのコースもね、5月、このトーナメント終わってから5月から10月ぐらいまではメンバーの方も基本的にプレーはできなくて、コースメンテナンスです。夏の間あんまりゴルフやっちゃうとやっぱり枯れたりいろいろ問題が起きるのかもしれないんだけど、暑いからそこで非常にそのコースを整えて、で冬になってくるとまたメンバーの人はプレーができると。でなかなかね、それなんで僕この話をしてるかというと、思い起こせばコロナ前2020年の4月のマスターズトーナメントのチケットを私は4枚、まあ買いましただね、正確に言うと。でこれがですね、結構入手するのも大変で、金額も普通一般的にその地元の人がこの、まあ、あれそんな一般的に買えるわけじゃないんですよね。で地元の人に配られますと。でまあ、パトロンと呼ばれるギャラリーの人、何人ぐらい入るのかな、まあ、でも1万人以上入るのかなっていう気はするんだけど、オーガスタって町、実は僕は2020年の4月の前の半年前に見に行きました。でたまたまアトランタに仕事があって、アトランタに行くんだったらそこから車で3時間ぐらいなんで、オーガスタに行ってみたい、やわよくばオーガスタナショナルを覗いてみたいと思ったんだけど、門もパッチリ閉まってて中にも入れるわけもなく、だけどちょっとカメラをかざしてみて動画を撮ってみたりもしたんだけど、ここに入る方法は何かというと、まあメンバーになってプレーするか、このマスターズトーナメントにを見に行くか、この2つしかない。でこれはなんとかね、見たいと。でこれはオーガスタの不動産視察もついでに行って、周辺の物件を買って、まあ、どんな風になってるかというと、まあ、普通常賃貸、当時ね、まあ、4年前だからまだ安かったな、30万ドルぐらい出せばそこそこの戸建てが買えました。で別に賃料もそんな高くないんですけど、そのオーガスタの週に関しては前の週とその 今週なのかな、約2週間、だいたい選手たちも一戸建てを借り切るんですよ。それでそのスタッフとかと一緒に住むんだね。でその家っていうのは どういう人が住んでるかと、普段貸し屋じゃなくて自分たちが住んでるんだけど、その時だけ外行くわけ。地元の人って別に地元に住んでる人はオーガスタナショナルマスターズを見たいというよりもその人たちのために貸すと。値段がいくらなのかっていうと、当時の日本円でその2週間で全然100万以上で貸せる。で家賃はいくらかというと、当時の日本円で月20万円ぐらいの話だったんで、5ヶ月分ぐらいはそこで稼げるという話だったんで、これは投資案件としても面白いよねと思いながら見たんですよ。で別に5万人ぐらいの街だし、そんなにその人がオーガスタナショナルで、もちろんマスターズっていうのはゴルフやってる人からすればものすごく人気なんだけど、そこまでアメリカ人全部が熱狂してるわけでもないので、それがゆえに不動産の価格が上がってるわけではない。だけど非常に面白いなと思って見に行って、できればそれを一緒にお客さんと見に行ってと思って4枚確保してねってやって、僕1枚とあと3人の話だったんだけど、ちょっとこのポッドキャストで昔ねちらっと話をしたんですよ、はい、そしたらもう連絡が来て行きたいというような話になって、その方とあと僕のお客さんとで行くと。コロナになってしまいみたいな、これがですね残念で、まあもうしょうがないなと思っていたんだけど、まあ、また復活してあれだけのお客さんが入って、で実際にゴルフ場、今回結構テレビも中島常幸プロが事前に解説してくれたり、改めて見るとすごい難しくて、僕がまあ当然回ることもないんだけど、回ったらいくつで上がれるのか全く分かんないぐらいのですね、すんごい難しいゴルフ場なんですね。
だけど同じところで回るのでやっぱりそこを攻略したい、まあね、松山英樹さんが勝ったのが2021年ですよ。本当はそのチケットを繰り越して行って、僕らが行ける環境にあれば行きたかったんだけど、さすがに2021年に、まあ、見に行くような雰囲気も全くなく、僕もなかなかそこでアメリカに渡航するようなこともできず、当然見れなかったなという中で思うと、特にものすごくやっぱ今年何を思ったかというと、いつか見に行きたい。いつかというのはいつかというと、もう75までに見に行きたい、僕はね。だから目標ですね。そう、12年以内とにというのを定めておけば、そこに向けていろいろ話は出てくるかもしれないし、まあ一気に、まあ、無理してやるよりもいろんなルートを探して やりたいと。で、当時も1枚のチケットが20万ぐらいしたのかな、1日チケットで。だけど日本から普通にツアーを組んでいくと150万ぐらいするんだよ、飛行機代別みたいな感じで。だから、で宿泊もその時だけ高くて、だからそれをリーズナブルな金額で僕は抑えたつもりだったんだけど、まあその今ね、ほらドジャースのね試合がなかなかチケットが取れないで一席5万円以上になるみたいな話なんだけど、いろいろ調べていくとそうでもないというか、ちゃんと得意な日本のそのトラベル、日本のトラ、まあ、旅行会社みたいなところもあるやなしやみたいな話とかだったりするので、その時は一気に話が盛り上がって進んでっちゃったんで、別に旅行会社通したわけじゃないんだけど、いろいろ駆使してやった中でこれがベストだと思ったんだけど、もしかしたら今からちゃんとやればね、そういう風になるし、まあオーガスタ自体が5万人の街なんで不動産投資に見合うかっていうと分かんないけど、まあオーガスタに行きたいんだと、毎年見に行きたいんだというようなことであればですよ、まあその時に自分が使うと収益は上がんなくなるので、収益的にはなかなか難しいんだけど、うん、まあその間だけ賃借人の人にも契約の中で、その間だけはごめん自分が使うからみたいな話でやってもいいんじゃないかな、その分家賃は安くするよとかさ、そういうやり方をして買ってもいいんじゃないかなっていう感じもするし、いいですね。そうそうそう、そんなことなんかもできてくると面白いんじゃないかなと。やっぱり IPA でねこんな仕事してると、なかなか他だと実現できないようなあの話とかさ、いろいろあるじゃん、なかなかまだ話できないようなこともあるんだけど、そのコネでさ、有名、元有名な何々なんとかっていうような人とかさ、いろんな人と会う機会もできてきてるんですよね、実はね。なんで、まあ、それが野球なのかゴルフなのか F1 なのかいろいろあって分かんないけど、そんなようなことなんかにも行けるといいなと。でそうなってくると、その生半可にできないって可能性もあるんで、まあでも一個をやり始めてどっかと組んでやればできなくもないし、ただお客さんがいての話なんで、まあでもね、僕的に言うと本当は僕は70歳までにやりたいけど、現実的にはそこまでできるかどうかは分かんないので、そうじゃない中で75歳まである、まだ10年以上あるので、その中でやっていけたらいいなっていう気がしますね。はい、なんでこのマスターズっていう話を今日させてもらったのは、プレー云々というよりも、僕が4年前にオーガスタを見に行って、でそのオーガスタで感動したようなことなんかをですね、やっぱりもう一回やっぱり実現させたい、ちょっともう近くまで一足飛びに行っちゃったんだけど、それが結果的に跳ね返されて、で非常に、まあ、僕からするとまだ達成してないような話で、なかなかやっぱり、まあ、そこでプレーするって話になるとまた全然違う意味でのハードルが高いんだけど、まあ、そうでもなくて見に行くっていうのは大変だとは思うけど、まあ、そんなようなことなんかをね、ぜひねやれたらいいかなというふうに思っております。まあ、日本からだとアトランタに直行便があるんですよ。でアトランタから飛行機もあるのね。で車でもいいし、だから、まあ、行こうと思えば1日がかりで行ってやることもできるしという、そういう場所にあるので、ちょっとどっちかと東海岸、もうフロリダの近くになるので、東海岸よりよりというかも東海岸だね、ジョージア州といえばね、はい、なんでまあぜひね、そんな形でまたやれたらいいなっていう、なんか自分が夢を抱いてると。いいですね、素敵ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。